したの？この世の終わりみたいな顔をして。こんにちは。今さら笑顔を作ってもダメ。お姉さんに話してみなさい。もしかしたらいい…レイちゃんが家出？クエストに失敗したせいで？なんでなのかしら。フリューゲルなら何の問題もなく入れたわよ。アファシスを連れて行けば OK なんでしょ？マスター、それは少々表現に誤りがあります。ゲートを通過する際、SBC フリューゲルに入れるだけの強さを示すよう、エネミーとの戦闘がありました。だって、あんなレベルのエネミーなら、あなたの敵ではないもの。違ったの？まさか、あなたアファシスの忠告を。はいはい、そうね、私もそうした方がいいと思うわ。それにしても不思議ね。レイちゃんがレアな設定持ちなのか、あなたのせいかわからないけれど。家出しちゃうアファシスなんて初めて聞いたわ。それを必死で探すマスターもね。さっき見覚えのある人影が展望台に向かって走っていたわ。レイちゃん、声をおかけしましたが反応がありませんでした。人違いの可能性もあります。デイジーちゃん、可愛い子に関する私の視力補正を侮ってはいけないわよ。早く行ってあげて。きっとあなたを待っていると思うわ。おい、お前さん、何をそんなにあたふたしてんだ。残念だったな。お前さんにはもう二度と会いたくなさそうだったぜ。俺様は今までお前さんのことを大したやつだと思ってたんだぜ。なんたって何度も俺様との勝負に勝ち、仲間をアファシスちゃんを守ってきたんだからな。それがなんだ、アファシスちゃんを泣かすとは見損なったぞ。お前さんはマスター失格だ。そんな顔しても許さないからな。あいつの行き先なんか絶対お前には教えてやらん。チッ、ここで金を出すから教えてくれだとか泣いてごねたりしたらぶっ飛ばしてやるところだったのによ。うん、どうやらただの喧嘩じゃなく何やら訳ありのようだな。ああ言うな言うな。人の事情に立ち入るのは男のすることじゃねえよ。ったく、仕方ねえ。いいか、一度しか言わねえぞ。あいつはな、俺様のところに来るかって聞いたらよ、マスターはお前さんだけだって言ってよ、総督府前の広場へ泣きながら走って行ったよ。早く行ってやんな、泣きすぎて干からびちまう前によ。
ぱり見つかっちゃいました。当たり前ですね。私はアファシスだから、マスターと一緒でないと町の外には出られません。そんなことも忘れてしまっていました。マスター、私は決心しました。登録を解除してください。多分私はポンコツなのです。どこか故障しているのかもしれません。マスターの役に立たないアンドロイドはいらない子です。私はいつも失敗ばかりでした。だからお母さんに報告して直してもらいます。その後はどうなるかわかりませんけど。名前も返します。私にはもう呼んでもらう資格はありません。さようなら、マスター。マスター、私はマスターのアファシスでいいのですか？ポンコツなんですよ。アファシスですよ。私はマスターと一緒にいたいです。マスターが一番。他の人を登録なんかしたくありません。私のマスターは世界でたった一人。目の前にいるこのマスターだけなんです。たった一人。そう、一人なんですよ、マスター。おやつじゃありませんでした。連れてきていい友達は一つまでだったのです。とにかく思い出したのです。まず SBC フリューゲルに自由に出入りするには登録が必要です。最初に登録できるのはアファシスと同行した一人だけ。しかもゲートキーパーのテストを受けなければならないのです。約束を破って3人を連れて入ろうとしたから叱られたのですね。お母さんは怒らせると怖い。マジですよ。私のせいでたくさん迷惑をかけてしまいました。みんな怒っているはずです。マスター、みんなが怒っていないのならなおさらこのままでは戻れます。おめえ挽回したいです。ちょっと間違えました。名誉を挽回したいのです。マスター、これから一緒にゲートを突破しましょう。 SBC フリューゲルの入場券を手に入れてみんなへのお土産にしたいのです。ありがとうございます、マスター。では急いで SBC フリューゲルに行きましょう。